平成23年4月25日月曜日、午前参議院決算委員会に出席し、委員からの質疑に答弁しました。午後には参議院予算委員会に出席し、東日本大震災、原発事故について集中審議が行われ、委員からの質疑に答弁しました。26日火曜日、午前総理大臣官邸で長野県の安倍修一知事より要請を受けました。午後には衆議院予算委員会に出席、冒頭東日本大震災で亡くなられた犠牲者に黙祷を捧げた後、東日本大震災関連について集中審議が行われ、委員からの質疑に答弁しました。27日水曜日、午前総理大臣官邸で全国漁業協同組合連合会の服部郁弘会長らから東京電力福島原子力発電所事故にかかる要請を受けました。午後には総理大臣官邸で茨城県笠間市の田所和弘副市長から東日本大震災の災害復旧に関する要望書が手渡された後、笠間市観光大使らから花束などの贈呈を受けました。その後、総理大臣官邸で中央防災会議を開催し、東日本大震災で亡くなられた犠牲者の皆様のご冥福をお祈りし、黙祷を捧げた後、安倍克行委員から東日本大震災の特徴と課題について説明が行われ、これまでの対策等について話し合われました。続いて第5回となる社会保障改革に関する集中検討会議を開催し、平成23年2月から4月にかけて行った公開ヒアリング等において、各方面の方々から提出された社会保障に関する提言や意見などについて話し合われました。この社会保障に関わる大きな課題をこの会でいろいろ議論をいただき、また今日もいただきましたけれども、そういういろいろな声、特に貧しい人、あるいは弱い立場にある人を切り捨てることのない社会保障のあり方ということを十分に念頭に置きながら、6月をめどの提案を得るよう、これからのさらなるご努力をお願いをいたしたいと思っております。28日木曜日、午前総理大臣官邸で第4回となる経済情勢に関する検討会合に出席し、第3回会合において総理指示のあった政策推進のための全体指針の骨子案が、与謝野経済財政担当大臣、現場国家戦略担当大臣から提示され、これについて話し合われました。その後、総理大臣官邸で福島県双葉郡大熊町の渡辺俊綱町長、石田忠文町議会議長らから東日本大震災に関する要望を受けました。午後には衆議院に続いて参議院において野田財務大臣から財政に関する演説が行われ、各会派からの質疑に答弁しました。29日金曜日、衆議院予算委員会に出席し、平成23年度補正予算案について基本的質疑が行われ、委員からの質疑に答弁しました。30日土曜日、衆議院予算委員会に出席し、平成23年度補正予算の締めくくり質疑が行われ、委員からの質疑に答弁しました。その後、採決が行われ、平成23年度補正予算案が全会一致で可決すべきものと議決されました。その後、衆議院本会議に出席し、平成23年度補正予算案の採決が行われ、全会一致で可決しました。
5月1日日曜日、参議院予算委員会に出席し、野田財務大臣から平成23年度補正予算案について提案理由説明が行われた後、総括質疑が行われ、委員からの質疑に答弁しました。5月2日月曜日、参議院予算委員会に出席し、平成23年度補正予算の締めくくり質疑が行われ、委員からの質疑に答弁しました。その後採決が行われ、平成23年度補正予算案が全会一致で可決すべきものと議決されました。その後参議院本会議に出席し、平成23年度補正予算案の採決が行われ、全会一致で可決、成立しました。5月4日水曜日、東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け、福島県双葉町の住民が集団で避難している埼玉県加須市の旧県立喜西高校を訪問しました。双葉町の井戸川町長、埼玉県の上田知事、加須市の大橋市長と会談した後、避難所を訪れ被災された方々と対話しました。5月6日金曜日、総理大臣官邸で東日本大震災についての第16回緊急災害対策本部会議及び第14回原子力災害対策本部会議を開催しました。午後には中部電力浜岡原子力発電所の全原子炉の運転停止要請について記者会見を行いました。国民の皆様に重要なお知らせがあります。本日私は内閣総理大臣として海江田経済産業大臣を通じて、浜岡原子力発電所のすべての原子炉の運転停止を中部電力に対して要請をいたしました。その理由は何といっても国民の皆様の安全と安心を考えてのことであります。同時にこの浜岡原発で重大な事故が発生した場合には、日本社会全体に及ぶ甚大な影響も合わせて考慮した結果であります。5月8日日曜日、総理大臣官邸で被災地の物産品などの販売を促進し、被災地の復興を支援しているオンラインショップ関係者との懇談会に出席しました。